久保さんとパインを交換してしまった。そして成り行きで写真も撮ってしまった。初めてクラスメイトとパイン交換した。でも交換しただけでもう来ないかもしれないしな。パイン、ねえ白石くん、今度一緒にどっか遊びに行こっか。え、嘘じゃなかったのか。あ、いや、社交辞令ってやつかな。すぐ既読ついた。パイン、なぎさ、お風呂上がったよ。はーい。ん、何？いや、いつもならこんな格好でうろうろしないでって言うのに。そう？なんかいいことでもあった？特にないけど。そ、あんな可愛い顔してそりゃないでしょ。楽しみだな。